私リアルに今度6月末ぐらいから始まる着物 の、 うん、着物展国立博物館に行きたいんですよ、はいうんうん、その時に行くコーディネートみたいな。おっと着物店へお出かけするコーディネート、うんうん、6月ですね。はい、もう気温も暑いです。夏のちょっと美術館、うん、博物館お出かけコーデがリクエストです。ジョー太郎さん、はい、スタート。はい、わかりました。はい、早速に。はい、じゃあお着物は決まりましたので早速ですね、はい、ですね、これ着せたいと思います。ありがとうございます。あ、サポートじゃなくて、はい、どうぞ。今日早かったですね、お着物決まるのは。そうですね、まあ、やっぱりちょっとね、夏先取りでちょっと涼しげなコーデで、本当に今日とかは31度ぐらいあったんですか。東京どうやったのかね。でも30オーバーじゃないかね。なるほど、夏日でございますね。もう本当露と車と朝と浴衣でいいんじゃないかっていうね。今年は一重が切れませんでしたね。いや本当そうね、うん、まあ来年たっぷり切れれば。天の声さん、季節はいつが好きですか。私ですか、うん、私は食は冬そうか、なるほど、そうきた。あ、食は冬なの。食は冬ですね。あ、秋じゃなくてね。冬じゃないですかね。食は冬で、うん、そうですね、ファッションは春夏かな、うん、難しいですね。春夏と春夏、まあ秋冬もいいんですけどね、うん、出かけるのは、うん、まあ秋も夏もいいですね。ほっ、さあ、お着物決まりまして。そうね、これ夏帯しようか。テーマは、うん、6月にお出かけ美術館博物館コーデ。そうですね、着物店は並ぶんですかね、あれね、またね。でもちょっと話題ですよね。まあ、延期になりましたからね。あ、延期だったのか。あの、だって春でしたもんね、本当はね。4月からでしたからね。そうやったっけ。そうなんですよ。なんか完全予約らしいですね。あ、そうなってるんだ。まあでも、え、今やってるの。素晴らしい、素晴らしいですよね。6月から8月下旬ぐらいまでの予定らしい。予約システム。そしたらあんなギャーって並ぶことないもんね。はい、帯決まりまして、はい、ちょっとね、僕には珍しい、はい、夏の朝の後でゆっくりご紹介はしていただいてね、はい、先に、はい、これ前回紹介したやつなんですか。そうですね、これ紹介した、はい、前回、はい、前回ね、夏帯の話をやめよっか、じゃあね覚えてないですよいや、あの、ライブですからねライブだよ、ほらさあもう一発いってしまったらどうしようか心配です。皆さんの記憶を頼りにやっております。城太郎ご紹介はしたけど当ててはなかった。本当、はい、じゃやっぱり、じゃあすいません、やっぱりこれで初始貫徹でそれでやるっぽい。これね、刺繍してあって、あの、おのおのね、1点ずつしか作ってないので、はい、ちょっと希少な1点のです。今日はそのうちの1本。山際さん、いつも素敵、着物姿も最高って、すごいファンの方が。嘘。はい。なんかジェラシー、城太郎さん素敵っていうのが今んとこちょっと見つからないですね。ジェラシー、すごい、ほんと山際さんってハート飛んでる。え
先生手が止まってますよ。丈太郎さんには男性から見てますよっていうね声援をいただいております。ありがとうございます。だいたい、ね、山際さんと、ね、一緒に飲みに行くとだいたいそうなんですよ。で僕が拗ねて途中で寝るんですね拗ねて寝てるあ寝たふり拗ねて寝てなるほど。そう薄め開けて山際さんの方見てるんですけどねちょっとね小物はね、はい、あの真夏のものではないんだけどちょっとこの色が使いたいので、はい、今日はちょっと色で選んで、はい、色で選びました、はい、テーマは六末にお出かけ美術館博物館コーデでございます、はい、しかも見に行くのは着物展。これは着物展に行くっていうことは、うん、どの着物姿の人よりも華やかに行くぞ、ね、やっぱこれ古い着物が展示してあるので、はい、やっぱり最新の最新の古典を古典を最新の、最新の着物を。ちょっと今ですね、はい、コメントでケビンさんが一人ざわついておりまして、お何かと思いましたら、はい、心優しい視聴者の方から、はい、丈太郎さん少し痩せましたっていう。いや痩せてないですね。いやいやいや。ありがとうございます。お優しいお気遣いいただきましてありがとうございます。そうなんね。はい。コロナでねちょっと太りましたね。逆だった。どうでしょう、はい、はい、完成。さあテーマは六末に行く美術館博物館お出かけコーデ、はい、着物店に行きます、はい、でしたが、はい、さあ全体コーデポイントをどうぞ。僕が言っていいですか。もちろんですよ、はい、これはね綿の素材の着物なんですね、まあ、プレダなんですけども、今はねこう襟つけてこう夏の綿着物的にこう着てますけれども、はい、ともすれば浴衣としても着れるようなそういう素材です、うん、でそれにちょっとねしんどいで開けますね、はい、それに朝のね、ハッスンの帯を合わせてそこに刺繍ワンポイント、はい、原戸太鼓と入ってます、はい、まあ、僕はねこういうある意味この朝の質感の工芸的な民芸的なものっていうのはそうですね、本当にこのシンプルなものしかあんまり使わないんですね、はい、あんまりこう懐古趣味みたいにしたくないっていうのが一つ理由がありまして、着物はやっぱり常に新しいものという位置づけで僕は提案したいという思いがあって、こういうのは意外と僕の中でも珍しいです。ただまあだから何もそういうのは使わないという意味ではなくて、僕流のちょっとこうアレンジをねしたつもりです。ちょっと後ろの太鼓ちょっと、はい、まあ、ワンポイントでねこれは、はい、今回の3月のコレクションの霧の帝国のコレクションの一部のそのレースの花柄のと一部を抜いたこう刺繍をね入ってます。それにちょっとこう僕のロゴもそれも刺繍で入れてちょっとアクセントに、まあ、ブローチみたいな感じでね、お太鼓のところに出るように、まあちょっと遊びをね一緒に付け加えてます。さあそして小物が黄色で、うん、どうしてもこの色を使いたかったということですか、うん、なんかね特にね鵜飼はねなんかこうちょっとこういうなんか鵜飼夏ちょっとポップな色を入れたいなって感じがして、入れました。なんか青よりかね彼女黄色のイメージがあったので、まあこれは本当になんかあ鵜飼ね、うちのスタッフの鵜飼なら夏ならこういうかなと思ってこう合わせました、はい、さあ鵜飼さん、はい、ご自分でご覧になっていかがでしょう。いや絶対自分じゃ持ってこない合わせ方ですね、はい、この色もそうですし、この色にこの色の帯っていうのも自分じゃちょっとできないです。でもこれがね僕もね意外とちょっと冒険というかねある意味僕らしくないところでもあったけど、ちょっとね久しぶりにこう合わせ方しました。ただこれね花の柄なんですけど裾もねちょ
ちょっとブルーの模様、ブルーの配色だし、可愛すぎなくてね、ちょうど程よい、鵜飼ならではの可愛らしさかなとは思うんですけどもね。なるほど、うん、ではこのコーデで6月お出かけお楽しみくださいませ。着物店に行ってらっしゃい、はい、新山際さん夏スタイル、はい、マスタードを用意しました。はいはい、出来上がりです。完成。さあ出来上がりました。新山際さん夏スタイル、ジョー太郎さん、ポイントは